クワカは、バラ木に属する必死植物のトガの一つ。約40属、1000種以上あり、特に熱帯と亜熱帯に多い。木本、または一部草本で、よく知られる種ではクワ一軸、熱帯果樹のパンの木、パラミツ、観葉植物にされるインドゴムの木やガジュマルなどがある。花は、小さい炭性花で、水上果樹、または、登場果樹を作り、果実は、 集合化となるものが多い。特に一軸族は、特徴的な壺状の果樹を作り、全体が一個の果実のように見える。熱帯アフリカ産のミリキア族の二種は、色子の名で知られ、船舶、橋、車両、建築、床、月田、桶といった、様々な用途に用いられる、耐久性の大きな材が得られる。また、中南米産のブロジーメム族のスネークウッドは、褐色の地に、 黒色のブチ模様を持つことが特徴で、ステッキやバイオリンの弓といったものに用いられ、同族のムイラピランガは濃石食の材でサティーネやブラントウッドの名でも知られ、増岸細工等に用いられる。果実を食用として利用できる種が多い。日本で最も流通し有名なものはイチジクである。クワ族の実も一般に食用にでき、世界各地で食用にされる。日本でも、 養産地や産官地では子供のおやつなどとしてよく食べられていたという。他の種は熱帯のものが多く、日本ではあまり馴染みがない。クワは樹皮、葉、果実などがそれぞれ漢方の薬となっている。東南アジアやアフリカに分布するウパスの木の樹液は強心肺糖体であるアンチアリンを含み、特に東南アジアでは野毒に使うこともある。昔描かれた絵には、 この木の周りには草も生えないというものがある。野毒の原料になる植物は、金峰毛科、強竹刀科、つづら藤科、マチンカや東大草科などある程度地域によって決まっていることが知られており、特に東南アジアの民族はこの木から作られた野毒を使うことが、毒や文化における特徴とされることがある。クワ族の葉は、カイコという魔の幼虫の餌として利用される。 カイコは家畜化された昆虫であり、足の力が弱く自力的に登り葉を食べることができないので、人が葉をむじって飼育場に敷き詰めてやる必要がある。このため、養蚕地のクワの木は、人が葉を採取しやすいように大刈り方がで低く、仕立てられた独特の樹形になっていることが多い。カイコの幼虫は、クワの葉を食べて成長すると、眉を作りさなぎに変態する。 糸を取る場合はここで眉を茹でてから糸を取り出す。ごく細い剣士数十本を寄り合わせて、木糸にし、さらに木糸をアルカリ処理などをしたものを絹と呼ぶ。眉の中の蚕のサナギは茹でられた時に死んでしまうので、魚や家畜の飼料としたり人が食べたりした。蚕のサナギを食べる文化は、日本の長野県をはじめ、アジア各地で見られる。本家の構造族の繊維は、 和紙の原料の一つであり、樹皮から繊維を取って利用する。構造から取れる繊維は、木綿や太布と呼ばれ布としても利用される。海外でも同じような製品があり、南太平洋のポリネシアなどで作られる布は、タパと呼ばれる。一軸族のガジュマル、ゴムのキルイ、フィカスプミラは、観葉植物として、ドルステニア族の数種は、海景植物として栽培され、流通する。 かつては、アサカも含めていたが、現在は別のトガとすることが多い。クロンキスト体系ではイラクサメトシ、APG 植物分類体系では、イラクサカ、アサカなどとともに、バラメに入れている。6連に分類されるパンのキレントライブアルタカーピー、クワレントライブモレアイ、ハリグワレントライブマクルーアリー、ハリグワ族一族だけからなる、一絵型の村地である。 トライブドースティナイは妙未定の村寺である。一軸連トライブフィシー一軸族一族だけからなる、人重型の村寺である。トライブキャスティは妙未定の村寺継ぎのような系統樹が得られている。ありがとうございます。